久しぶり。リアルだな、これすごいな。造形、当時ティガの立体造形に携わっていた成田豊氏がスタチュー原型を作成。真骨頂製法の肝である骨格からの造形を叶えるため、当時のスーツアクターである権藤俊介氏の肉体を手の握りまでスキャンし、リアルなフォルムを実現。あ、素材が違う。なんだこれ。うわ、なんかよく動くな。可動、胸、腹部、腰部に軟質素材を採用。さらに権藤氏の体のバランスに合わせて可動を仕込むことで、よりティガらしいポージングを可能にした。すっげえな。いや、ティガそのものだこれ。監修、可動を仕込んだ上で権藤氏の体とのバランスを円谷プロ造形部門 LSS と権藤氏本人が監修し、権藤ティガの究極形が完成した。彩色、実際のスーツ生地を参考にカメラを通して映し出されたティガの印象を再現すべく、こだわりの塗装を実現。権藤俊介です、かつてウルトラマンティガを演じました。今回このウルトラマンティガなんですが、眉目秀麗、淡麗で、艶があって非常に美しい顔をしてるっていうことで、今でも大変人気があるわけなんですけれども、まあ、最初にお話をいただいた時に、生半可なものを作っても認めないよっていうふうに申し上げて、かなり事細かく難題を投げつけたんですけれども、投げたハードルをはるかに超えた出色の出来で、ちょっとやられたなと。どうですかこれは。これはいいティガでしょう。このティガには技術や思いや情熱、たくさんの人の気持ちが詰まってるんですね。昔ティガを見てくれていた人たちに、今また手に取ってほしいティガです。さあ、その手に光を。 SH フィギュアーズ真骨頂製法ウルトラマンティガ登場。